はい、ひじき臭サンデーモーニングですね。いや、もう3月が終わってしまいますよ。1年の4分の1が終わってしまうというね、早いですね。この間ついこの間かやっぱ言葉がおかしいんでしょうかね。ということで今日はね、言葉なんですよ。ちょうどね、昨日かゲーム伝説やった時にナムコですよね、ナムコの発音が違うんじゃないかというか、おかしいってなんかあったんで、コメントがね、じゃあ実際皆さんはどう読んでるのかなというのがね、気になりました。自分なんて読んでたかなっていう、改めて言われると全然わかんないんですよね。ちょっとね、冷静になっていつもの気分になって読んでみたいと思いますが、ナムコ、ナムコ、ナムコって違う？ナムコ、ナメコみたい？ナムコっていうブランドとなんかナムコットっていうのもありましたよね。ちょっと分かりにくいというか、これナムコって書いてありますね。じゃあどう読めばいいのかなということで、ナムコ、ナムコっていうのかな、ナムコ、まあここまで大げさじゃなくても、ナムコ、ナムコ、ナムコ、じゃあ真ん中、ナムコ、なんかこれ聞いたことないな、ナムコ、ナムコ、なんかだんだん変な言葉になってきて頭がおかしくなってきましたけど、ナムコなんて言ってる人聞いたことないな。じゃあ最後に後ろ、ナムコ、ナムコ、いやそれも変だな、なんだろう、ナムコ、ナムコ、言いづらいな。なんかね、当時の先行みたいな感じがしますよね。今先行なんて呼ぶ人いなくなっちゃったのかな。うちらの頃ね、結構毎日ガラスが割れてるみたいにスクールウォーズな感じで生きてたんで、いやなんか先行みたいなのあったんだけど、まあナムコはないですね。ナムコはない、ナムコ、ナムコ、ナムコ、そんな強烈にアクセントつけなくていいのか。ナムコ、ナムコ、どうでしょうか。皆さんなんて呼んでるのかな。ナムコといえばね、当時ね、自分、紛らわしかったのがケムコですよ。ケムコ、ケムコなのか、あそこはいいんだけどね、ケムコ、ケムコって確かことぶきシステムなんですよ。違かったかな、ことぶきシステムって書いてあったと思うんですけど、長いからケムコなんですけど、現在もね、スイッチ PS4 あたりでなんかゲーム出してますよね。すごいこのね、激動激しいゲーム業界の中で生き残ってますよ、ケムコ。ケムコなのか、ケムコなのか、ケムコなのか分かりませんけども、もう一つ紛らわしいというか、コナミがありましたよね。結構当時ちっちゃくてあんまり分かんなかったというかどうでもよかったと思うんですけど、コナミも、コナミ、あ、違う、コナミ、コナミ、コナミ、確かコマーシャルかなんかでコナミって言っていたような気がするんですよね。コナミ、コナミ、コナミそうか、コマーシャルとかね、見ればもしかしたら分かったのかもしれませんけど、ナムコ、ナムコ、コナミ、ナムコって言ってたかな。そもそもナムコットですよね、ナムコット、空想してから寝てください、そっちのイメージが強くて、どうだったかな、全く覚えてないということでね、ナムコ、ナムコ、普段喋ってる時どうだったかな、このソフトは、ナムコなんですよ、ナムコ、だからナムコなのかな、ナムコ、ナムコって言ってるみたい、なんか違和感あんのかな、ナムコ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 はないと思うんで、ナムコ、麦あるのかな、ちょっとしたアクセントが、ナムコ、ナムコ、ナムコがおかしいって言ってるのかな、はいまああんまりどっちでもいいような気もしますけどね、まあ気になる方は気になると思いますんで、まあいわゆるどうやって呼んでるのかなと思いますよ。まあ結構地方によって違うとかね、どうなんでしょう、住んでる場所、住んでる場所で結構違うといえば、一番最初に驚いたのはね、やっぱ泥系と K
軽泥。ある小学校行ったら軽泥って呼んでて、うちがの地域は泥系だったんですよ。泥系ってわかるかな、泥棒と警察、泥系だったんだけど、なんか違う地区行ったら軽泥って言ってて、軽泥ってなんだろうと思ってて、あ、泥系かと思って、まあやる内容は同じなんですけど、あ、言い方って違うんだというのね、初めて知った衝撃がありましたよ。あとね、何回も言ってるとだんだん頭の中がおかしくなってきてなんかもうね、分かんなくなっちゃう。よく漢字なんかもね、教えてて何回も同じ漢字を書く、そして分かりやすいようにでかく書いていくと、だんだんその漢字がなんだこの漢字はと変な漢字に見えてきちゃうんですよね。あ、こういう漢字だったっけ、変な漢字みたいなわかるかな、自分だけだったらちょっと恥ずかしいですけどね。まあそんな感じで、まあ話がずいぶんと脱線してしまいましたけど、ナムコ、一体どこにアクセントがあるんでしょうか。まあなんかね、映像が残っててコマーシャルかなんかあればわかるのかな。ちょっと気になったというか、指摘されて初めて、あ、違うんだみたいなということがね、起こり得たんでね、なんとなくブチブチと朝の話題に持ってきました。ではまた。